はい、始まりました、シューちゃんオートです。本日はですね、レジェンドカップの2日目ですね。こちらのですね、奈良レースから最終レースまでやっていきたいと思いますので、今日も1日よろしくお願いいたします。2018年にこの大会優勝を飾った松尾博文、今日は28と本来の動きを思想から見せてきました。さあ、7レースですね。こちら8番の松尾選手、昨日いいレースしましたよね。なので8を頭で勝ってます。あと青山選手、頑張ってほしい。青山行った。スタートドンピシャリ、4番の青山美俊、トップスタート。青山が大外からスタートを決めていった。2番の人がスタート劣勢、橋かませ。6番の鈴木選手、速攻で4番手。早くも1番の佐々木敏夫を捉えるか、3番の竹内まで捉えるのか。よし鈴木選手、序盤戦で竹内まで捉えました。よし、8番の松尾も早くも中段。いいぞ。松尾も早々に4番手上がって、ついてくるか岩田、外を回って5番の石澤となっています。松井系。4番の青山が速攻で抜け出しました。6番の鈴木誠司も、こちらも鮮やかな速攻で2番手に上がっています。3番竹内のインコースから松尾も来ました。3番手上がって残り40切っています。松井系。4番青山先頭、そこに接近する6番の鈴木誠司。3番手には8番の松尾博文です。一気に前の2人に車間を締めてくる8番の松尾のスピード、強烈であります。前の3人後続を離した。残り3周回、やや前の2人が重なっている7番という感じ。外から行ってしまおうという8番の松尾。6番の鈴木も外から大胆にまくって2番手上がりました。4番の青山の後ろまで来ました。8番の松尾博文、最後の1車はどうさばくのか。残りは2周回、粘る青山、2番手が松尾、3番手6番の鈴木誠司、前の3者が後続を離しています。ここでインコースへ向ける。8番の松尾が青山を捉えて先頭に抜け出しました。いいぞ。2番手交代、青山、3番手6番の鈴木誠司、ブルーフラッグ残り1周回。4番手以下は大きな車間を抜いて、6、4のがつくのかな。これスタートを続いております。どうやら体勢は固まりましたか。先頭が松尾、2番手浅が広がって4番の青山、そこに6番の鈴木誠司でありますが、2番手インコースを固めて4番の青山が優勢です。よし、まず的中。思想タイムは31ながら1番時計です。佐々木から。さあ、8レースですね。ここは佐々木選手は頭じゃないと。5秒を切りました。頼みますよ。3秒前、さっき言ってくれよ。8レース行け。スタートしました。うわー、スタート遅れてる。新井順行った。よし。長谷が行っています。その後は2番の鈴木明夫、外から柴山がかぶせて前に出ました。鈴木明夫、行け。計算行け。よし、入れ。まず入った。まず感じの中、序盤戦で他日を捉えようとしています。7番手と上がれたかどうか。レースはこれから2周目で向かいます。中段から後方が混み合っていますが、6番の新井順が現在4番のちょっとコーナーがらんで、そこを8番の佐々木圭が2コーナー立ち上がり捉えて、柴山。先頭は3番の北朝鮮のペースになりました。1番の池田捕まって2番手交代し、そこに4番の柴山が接近。さらには8番の佐々木、残りは4周回。1コーナーで入っていくのは4番の柴山であります。柴山2番手上がりました。1番池田3番手交代し、内から8番の佐々木圭、スピードに乗ってまして3番手と上昇です。頭で7番の谷津圭司の姿、現在6番手あたり外を待っていまして、残りは3周回となります。先頭は3番の北渡瀬光、得意の独走展開に持ち込んでいますが、4番の柴山2番手の位置、入って8番の佐々木、佐々木が4番の柴山を捉えて3コーナーで2番目進出。3番の北渡瀬、追撃体制は8番の佐々木、3番手4番の柴山、その後やや柴山行けよ。戸塚に抜かれんなよ。谷津圭司は現在5番手になっています。先頭3番の北渡瀬、接近する8番の佐々木、どうやらトップ争いはこの2人に絞られつつあります。8番の佐々木はこの最後コーナーでググッと車間を締めて、ブルーフラッグを迎える。残りは1周回、ここで捉えました。よし、最終1コーナー捕まえた。あとは柴山残れ。佐々木が鮮やかに先頭、柴山残れ。よし、3番の北渡瀬先頭しましたが、2番手3番手が4番の柴山信之、よし、柴山4番の戸塚が続いています。8番の佐々木、右利きに交代ました。よし、オッケー。
最終的には4番の竹本がわずかに人気は上です。8番の篠原と分け合って、その後6番の影山真、こちら飛走タイム。さあこのレースですね、4、6、8がやっぱりねちょっと絞りきんなかったですね。まあこあとは薄め3着来てくれれば惜しいかなって感じです。いけ、スタートしました。0番のスタート、3番高田、4番竹本、タクシャン来た。うわタクシャンか、スタートを切りました。いやいや遅れを取った1番岩佐、2番の田島、この2人を5番の清水が捉えている。そしてバックスレッジで3番の高田の外からタクシャンまくっていく。3コーナーで前に影山来た。3番の竹本が出ました。3番高田2番手交代、3番手5番の清水、その後6番の影山真が4番手につけました。8番の篠原もその後についてくる形になっています。後方に7番の松山ついて、2番の田島が最後方。これタクシャン絡むのか。5番の清水が3番の高田の懐を捉えて2番手へと上がりましたが、それを見せる6番の影山真です。うまく入ってきたな。残りは4周回となります。先方4番の竹本がマイペース築いています。2番手争い混戦となっています。5番の清水、そして6番の影山、さらには8番の篠原、篠原来た。まとめて2車を捉えにかかっています。この3コーナーでまとめて2人を捉えました。8番の篠原が3番手上がっています。残りは3周回、4番の竹本が独走展開になっています。もっともっと状態に入ってまいりました。4番の竹本、2番手には5番の清水があります。清水が頑張るが、6番の影山真がここで入ってくる。新者け、新者け、新者逃げろ。上がりました。清水3番手交代、さらには8番の篠原も5番の清水の後ろにいます。残りは2周の終盤戦、ここで清水を捉えず、8番の篠原が2番手争い。新者逃げろ。まだ2番手は6番の影山が、新者逃げろ。2、3番手車間は現在10メートルぐらい。竹本強いな今回。先頭4番の竹本が大きなリードを奪っています。残り1周回のブルーフラッグを迎えました。4番竹本先頭、2番手6番の影山、3番手は8番の篠原敦史。さあ竹本早いなこれな。3回目くらいじゃないでしょうか。3連勝4連勝それぐらいでもね調子いいな。影山3番手8番の篠原と人気の3名が上位独占。4番竹本、うわー468、まあ、仕方ないですね。の売れ筋ではありますが、その初日レジェンド選抜を制した若井を抑えて桜井が一番人気となりました。その2人からゼロ班の荒川は、ね、若井昨日素晴らしいレースをしました。今日ねちょっと思想冷静ですけど、ここは頭で若井頼む、行ってくれ。スタートしました。ゼロ班のスタートは、いけー、林行け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 。速攻で4番手と上がってついていく6番の桜井が早くも外からかわし去ろうとしています。まずは2番の丸山行って、2番手3番浦川、3番手4番、うわ龍ちゃん行った。後方から7番の西村龍太郎を速攻で林を捉えております。7番の西村龍太郎が林を攻略しました。レーサーくらいから20メートルがあります。林がインコースを振り込もうとしているが、外から西村龍太郎、若い現在7番手。さあ前の体勢ですが、2番の丸山をこの3コーナーで捕まえるか。3番荒川飛び込んでいく。荒川が先頭になりました。ちょっと膨らんでいるが荒川先頭です。2番手が丸山、3番手争いは内から西村、外から6番の桜井春光。アウトコースが若が後手だな。3番の桜井が7番の西村を抑えまして、2番手上がって3番の荒川を捉えそうです。3コーナーで6番の桜井が先頭に抜け出しました。若いが中段のインコースから捉えて、今5番手から4番手へ上がる。わあ、リュウちゃん早いな。西村リュウ太郎上昇。三番手交代、三番の荒川、内側から若いですので、四番手です。先頭六番の桜井、これはペースが上がっています。七番の西村と共にペースを掴んでいます。先頭が桜井、二番手西村、三番手は車間がいて、三番の荒川を、ここで若いがようやく捉えましたが、残りはあと2周しかありません。どうやら前の2人の決着は濃厚。うわ桜井か。どうやらここまでがいっぱいに見えています。先頭六番の桜井春光、近況好調の桜井が先頭、2番手7番の西村龍太郎、ブルーフラッグを迎えました。残りは1周回、最終半25キロ台を従えて、先頭は26期地元桜井春光、桜井が先頭、初日2着、2日目で勝利ということになりそうです。2番手は速攻を決めた西村龍太郎、若いもさを、でも龍ちゃんすげえな、まあしょうがないですね。高橋オッズが出来上がっています。8番絡みに総投票が集中、相手筆頭3番の岡本、8番のさあ11です。ここは絶対王者見つめね、ここまず1勝、あとはここは掛川くん頑張ってほしい。あとは篠崎、11です。いけ4番篠崎、ゼロ班のスタート、1番橋本遅れました。
篠崎行け。よし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 。篠崎行け。外向けちゃうと、外向けちゃうと篠崎まずいよ。やべえ、木村が来ちゃったよ。軽々と捉えた8番の高橋光、これで決着をつけています。さあこの後の2、3着からそれがどうなるか。米里が粘る。3番手番の木村義明、その後1番の橋本も粘っています。さらには4番の篠崎、この後5番手に下がって内側から6番の柿川でありまして、外を回る7番の内、最後方3番の岡本、大きく遅れてしまいました。先頭8番高橋光、リードを広げる一方です。うわあ、騒ぎようがないこのレース。まあまず三つが1着取れたことはいいことだよね。ああ、木村が行ったが、木村より先に柿川くんがスタート行くと思ったんだけどな。3番手米里の後ろ、1番の橋本雄一、さらには6番の柿川が続いています。3番手米里がキープになるか。1番の橋本雄一も接近しているぞ。さあ3番手、最後は接戦となってきた。高橋足を2番手、5番の木村、3番手わずかに米里狙ったか。SG タイトルホルダー1枠から5枠までで人気となりましたが、その中でも人気は3番の伊藤と1番の浦田。24期23さあ最終レースですね。ここは伊藤信の、頭でお願いします。あと浦田選手頑張って、長江も3着、3着でいいからね。いけー伊藤信。うわーだー、スタート失敗。1番の浦田行った。3番伊藤の方が詰まれる。伊藤の方は後方からの競争になった。1番の浦田がトップスタート。2番の木村が2番手で潜り込んで浦田のうち行けるかどうかですが、2番長井と並んでいます。4番手6番の内山、そして7番の岩崎陽一、3番の伊藤の方現在6番手になった。残り5周となります。後方には4番の有吉達也、8番の東尾野が最高方です。1番の浦田がまずはトップスタートから逃げていきたいです。5番の木村武史が2番手となりました。うわ、木村来てるか。3番の長井大輔となっていまして、3番の伊藤の方きついな。現在は4番手まで上がってまいりました。その後に7番の岩崎、そして6番の内山高いで、後方に8番の東尾の4番の吉井最高方です。1番の浦田に接近する5番の木村、木村が接近する。うわ、1対5の間に3番手はやや2番の長井がついていかないか。3番の伊藤の方がさらに番手を上げようとしている。長いけないか。さばいてさばいて、3番の伊藤の方3番手まで上がってまいりました。さあ前の2人目で長いついていけ。さあ5番の木村が仕掛けの体勢だ。ここで1番の浦田を捉えました。仕掛けた。木村の伊勢先の 3,4 コーナーは数多くのドラマを生んでまいりましたが、 3,4 コーナーでうわー、ノブ早いな。残り2周、伊藤の方も来る。伊藤の方に2番手上がってまいりました。同等の家から、さあ3番の伊藤の方木村まで捉えました。これが宇宙最速のスピードであります。3番の伊藤の方先頭、5番木村2番手交代、1番村田3番手ブルーフラッグ。いやスタートは劣勢でした。後方からの競争、このメンバーで後方から浮き上げての先頭は3番の伊藤の方人気に応えそうであります。5番の木村2番手、浜松勢が先頭になって、1番村田3番手伊藤の方。いや強え。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、今日は硬い決着が非常に多かったんですけど、そこは取れたんですけど、ちょっと後半がですね、ちょっと垂れてしまいました。はい、まだレジェンドカップは続きますんで、あと3日間ありますので頑張っていきたいと思います。ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。